ポケモンの映画がつまらないのは年を取った証拠なのだろうか。早く大人になりたくない。お相手のパーティーはミノバラム、スナチのミノですね。こちらの主要パーティーはミノバラム、草地のミノです。まあ、やっぱ草地のミノがね、最強かなっていう気がね、しますね、本当に。対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。ルールは、このルール、まあ、ミノバラムで、技と持ち物無制限なんですけど、王冠の使用が禁止されたので、メザ炎を打ちながら最速にすることはできないんですね。つまり超マイですね。待っていく、当たらない。待っていく、相手随分遅いですねこれ。ちょ、俺が早すぎるのかもしれねえわ。頼むぜ。あ、身代わり持ってる。あ、わかる。当たれない。メザパー。いや、これまずいですね、これ。なんで当たんねえんだよ、もう。いや、まずいでしょ。いやー、いや、勝てないですねこれ。いやー、ちょ、きついきついきつい。うわっ、意味のないミノマダム、地割れを当てないで。いや、虚無なんだけどマジで。先生、ありがとうございました。一回戦敗退です。いや、これはちょっと諸説だわ。一回戦敗退っすね。対戦ありがとうございました。早いですけど、ここで、僕の甲子園は終わりました。いや、ちょ、102年ぶりに、快挙成し遂げたかったんですけど、本当残念でしたね、はい。いやー、ちょっと、これは諸説では、諸説というより、普通に負けなんだよな。多分、助けだから、どっかで、序盤で地割れ当てて、メザパをすればいけたかもしれん。リーグ戦なのかこれ。知らなかったわ。参加してるのにリーグ戦であることを知りませんでした。あー、相手のパーティーは、これゴミじゃないですかこれ。ゴミのミノだ。ゴミのミノ想定外なんですけど。ゴミのミノ対策してないんですよね。本当はちょっとメザ炎とか欲しかったんですけど、その王冠が使えないから、V 切るのが嫌で、素早さ。相手のミノマダム、一応素早さ上わかるんですね。ちゃ、みんなメザパ持ってるこれ。身震いする技ってさ、これ効果抜群の技を身震いするんじゃないの？これ持ってないよ。で、効果ありしとして書いてないもん。あー、まずい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 んだけど。いや、だってゴミのミノにさ、メザパ、俺のメザパさ、効果吹っ飛ばいだから、これ打ち合いしたら負けるんだよね。そうなったらもうこれしかないやろ。あ、虚無なんだけど。わー、消し、あー、マジか。いや、2回だよな、多分。ちょっと待って待って、これ考察甘かったか、これ。当たんないんで、地割れが、全然。これだって、絶対助けじゃん、これ。ゴミのミノ強くないか、ちょっと環境でしょ、これ、ゴミのミノ。いや、これ助けだと思うんだよな、当たっても。当たんねえし。いやー。虚無。いやー、やばいな、これ。ちょっと待って待って待って。
ちょっと地割れをね、意識して身代わり仕込んだりしたんだけど、よくなかったかもしれないよね、これ。みんな、砂地のミノは超前してくるし、ゴミのミノに相性的に、飛行を持ってるせいで勝てねえしさ、地割れ一発で当てないとゴミに勝てないからな、多分。あ、これ。みんなゴミのミノ使ってない?これ。いやあ、当たった。いや、勝ったんだけど。対戦ありがとうございました。またゴミのミノかよ。ちょ、ゴミのミノ勝てねえからちょっとやめてほしい、ほんと。虚無よ。はい、対戦よろしくお願いします。あ、ミスったな。これスクショ取り忘れたから、過去ログから相手のパーティーに持ってこなきゃ。頼むわ。いや、ゴミのミノマジでこれしか勝ち筋ないんだけど。タスキ意外と少ないな。はい、勝ちです。訂正、ありがとうございました。いや、ゴミのミノマジで俺メザヒだからこれしかないんだって。メザ炎ね、撃ちたいんだけど、メザ炎王冠禁止なんで、メザ炎だと最速は使えないんですよ。はい。だから5世代シングルバトルのメザヒニョロトノみたいな、とかメザヒ、水ロトムみたいな限界ポケモンを使ってるんですよね。はい。テイズ対戦ありがとうございました。ここに来て初めて、なんか来たんだけど。なんだこれ。草地のミノ初めて来たんだけど。風船で浮いてるんだけど。はい、目立ちいきます。え、急所で死んだ。はい、目先飛行なんで最速は使えます。対戦ありがとうございました。いや、風船俺も考えたんだけど弱点保険なんだよね。でもこれやった感想だと多分タスキとか、あとテフさんのみたいな地割れ打たないで超前積んだ方が強いかもしれない。対戦ありがとうございました。頑張れよ。